三越鹿児島店三越鹿児島店は、鹿児島県鹿児島市五福町に所在した三越の店舗である。この項目では、全身の丸屋デパートについても説明する。三越鹿児島店の全身は、1892年に創業した五福町の丸屋である。医療品を中心に取り扱う店であったが、1961年に五福町で地上3階。 地下1階の丸屋デパートをオープンさせた。鹿児島市では、山形屋、大見高島屋に次ぐ3番目の百貨店であった。1967年には6階建てに増築したが、卸業者は、伝統的な一番店、山形屋に遠慮して、丸屋に一流の商品を卸さないなど、苦渋を舐めていた。これを克服するため、1973年に、 三越と業務提携し都会的な雰囲気を取り入れようと試みた。1976年に一部八階建てまで増築した後、1983年に資本提携も行って、翌1984年に称号を鹿児島三越へ変更、10月25日にオープンさせた。1988年にはティファニーが九州で初出店した。 丸屋時代は最大で年間100億円の売り上げだったが、三越になってからは順調に売り上げを伸ばし、1995年のピークには190億円に達した。ライバルの山形屋も増傷を行うなどして対抗し、その激しい戦いは鹿児島百貨店戦争と称された。しかし、その後は売り上げが低下し始めた。鹿児島市では天文館が 最大の繁華街で、買い物も食事もすべてここに行くという位置、極集中型の構造であったが、郊外型のお店舗ができるにつれてこの構図が、崩れ始めた。特に大きな影響を与えたのが、九州新幹線鹿児島ルートの部分開業に伴い、九州旅客鉄道の子会社が、鹿児島中央駅に2004年にオープンさせた、駅ビルアミュプラザ鹿児島である。 2002年の商業統計では、鹿児島市内の専門店の売り上げの地域別のシェアで、天文館地区が60%、鹿児島中央駅地区は7%と圧倒的に、天文館中心であったのに対し、2007年は、天文館地区が43%、鹿児島中央駅地区が25%と、天文館からの転移が起きた。さらに2007年には、イオン。 鹿児島ショッピングセンターもオープンするなど、天文館全体が危機にさらされた。こうした危機に対して、地域全体の協調が進められた。2007年9月には、それまでライバルであった山形屋と初めて協力して合同イベント、百貨両覧祭を開き、それぞれの店舗で両店の案内係が並んで客を迎えるという光景が見られた。 また天文館地区全体で協力して、鹿児島市電の天文館通電亭で降りる客の運賃をすべて負担して無料化するといった取り組みも行われた。2009年5月6日、三越鹿児島店の最終営業日の開店直前の様子三越自体も、2003年には三越グループの再編により、鹿児島三越から三越鹿児島店となった。 2007年3月には7階にフードテーマパーク、スイーツ庭園を新設して、集客を狙ったが、客が来たのは、最初のうちだけですぐに減少し、また他の商品の販売への波及効果も小さかったという。全体的な改装を行っても採算が取れる見込みがなくなったため、2008年9月に閉店が発表され、2009年5月6日の営業をもって閉店。 丸屋時代から数えて127年の歴史に幕を下ろした。2008年の売上は98億円まで減少していた。称号変更後も三越へ土地、建物の賃貸を行っていた丸屋は、店舗内の三越所有地を買収して、改修を行い、2010年4月28日、後地に複合型商業施設、丸屋ガーデンズを開業させた。 道路を挟み存在していた三越鹿児島店、別館は取り壊され、ファミリーマートが営業している。ABCDE 南日本新聞2009年5月3日の5月5日、三越閉幕鹿児島百貨店と、町 ABCDE 南日本新聞2009年5月6日、百貨店の半世紀に、 マク http コロンスラッシュスラッシュ www.kagakueizo.org スラッシュクリエイトスラッシュアザースラッシュ431スラッシュありがとうございます。